それでは長木選手です。まずジュビロ戦振り返って、はい、まあ勝ちたかったよね。はい、勝ちたかったですね。勝ち点3、はい、取りたい試合だったと思うんですけど、まあやっててどうだった？まあやっぱりみんな言ってましたけど、やっぱりこう勝ち点2を落としたっていう気持ちがすごく強くて、うん、まあ前半からチャンスも作れてたし、うん、まあしっかり守れてたっていうのもあるし、あの後半立ち上がりにやられてしまって本当にもったいない失点をしてしまって、うん、まあそこからまあ自分たちのペースでワンサイドゲームでやれてて、まあレオの得点で同点には追いついたんですけど、そこからもう1点逆転っていうところまでいけなかったんで、うん、まあ、本当に悔しかったですね。亮太自身ね、途中からサイドバックに入ってプレーしたわけだけども、はい、そこはもうやり慣れてきた。いや、どうですかね。まあ去年いろいろやらさせてもらって、うん、まあ去年よりかはこうスムーズには入れたんじゃないかな、うん、まあある程度プレーとかも整理できて、はいはい、で次、ホームで、まあ、首位、はい、名古屋と対戦ですけども、名古屋の今年の印象とかっていうのは、まあ、あの新しい選手が入ってきたりして、うん、まあ、監督が風間さんになってからこう本当にボールを保持しながら、うん、攻めていくスタイルがこうさらにこう強化されたなっていうのがあるし、今年はそれを選手たちが体現できて今の1位という順位にいると思うんで、まあ、すごく手強いと思うんですけど、うん、まあ、首位っていうのもあるし、自分たちの順位も含めて絶対に落とせないゲームかなと思います、うん、まあ、女王がね、あのトップにいて、はい、まあ、そこに注目いきがちだけど、そこにこうシャビエルだったり、はい、まあ、この間の試合だったアーリアが降りてきて、はい、でまた泉かな、はい、が左から入ってきてとか、あの、まあ、センターバックとボランチの間とか、うん、バイタルエリアを非常にこううまく使ってる感じがするから、余計にこうボランチのポジショニングとかっていうのが大事になってくるかなっていう。そうですね、まあ、流動的だし、うん、本当にこうボールを持てる選手だったりスピードある選手だったりってこう本当にいろんな特徴を持った選手が前にはたくさんいるんで、うん、まあ、守り方っていうのも大事になるし、まあ、ポジショニングが本当に一番大事になるかなと、うん、最初にこう立つ位置っていうかっていうところがまあ大事になるかなと思います、うん、あとはその奪った後も相手はまあ、今年に関しては結構切り替え早くして前にこう奪いに来る、うん、はい、でそこでまたボール奪って攻撃行こうっていう形やってると思うんだけど、逆にそこをこう突破するとね、うまくカウンターっていうかっていう戦い方もはまるのかなと思うんですけども、はい、そうですね、本当に1枚剥がすところがすごく大事になると思うんで、うん、そこをこうかいくぐれば前にはこうたくさんスペースが生まれてくると思うし、うん、そこの自分たちのスピードっていうのもあるんで、まあ、そこをつければいいかなっていう感じ、うん、まあ、そこでやっぱりだから前1個剥がした後に、はい、亮太の総力をね、そうですね、生かして、まあ、クラブワールドカップとかね、ああいう得点シーンっていうのも増やしていきたいよね、はい、そうですね、自分ももっとこう前に絡みたいって気持ちはあります、ね、うん、まあ金曜日のナイトゲームになりますけども、はい、最後にね、サポーターにメッセージをお願いします。はい、まあ、平日のナイターですけれども、まあ久しぶりのホーム戦ということで、相手も首位の名古屋ですし、サポーターの皆さんの、声援というのはすごく力になるんで、たくさん応援してもらって一緒に勝ちたいと思います。よろしくお願いします。期待します。はい、ありがとうございます。